いつもろプライオショッピングチャンネルをご覧いただき、誠にありがとうございます。今回は2015年モデル BMW アルピナ D3 ビターボツーリングを紹介させていただきます。まずお車の状態ですが、フロントに下すり、フロント複数箇所、ボンネット複数箇所、フロントガラス複数箇所に飛び石、右フロントドアエッジ、右リアドアに傷がございます。走行距離に関しましては約4万2000キロ走ってるお車です。外装色はアルピナブルー、インテリアはブラックハーフレザーが装備されております。 BMW 3シリーズをベースにアルピナ専用装備、専用チューニングが施された D3 ビターボツーリングでございます。こちらのお車に関しましては、数多くのスポーティーな専用装備に加え、ディーゼルエンジンが搭載されておりますので、燃費性能にも注目していただきたい一台となっております。またツーリングということで、トランクスペース広々と確保されており、普段使いやレジャー仕様など幅広くお使いいただける一台となっております。ヘッドライトに関しましては、キセノンが採用されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。続きましてエンジンスペック紹介させていただきます。エンジンは3リッター直列6気筒のディーゼルツインターボエンジンが搭載されており、最高出力は350馬力でございます。また足元に関しましては、純正の19インチアルミホールが装備されており、足元も上品な仕上がりの1台となっております。続きましてトランクスペース紹介させていただきます。トランクに関しましては電動での開閉となります。トランクスペース広々と確保された1台です。スーツケースに関しましても複数個収納することが可能となっております。また後部座席を倒していただきますと長い荷物にも対応が可能です。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアにはブラックハーフレザーが採用されております。運転席助手席、若干の使用感がございます。ではエンジンを始動します。ステアリングに関しましては3本スポークのレザーステアリングが採用されております。こちらにはパドルスイッチが装備されておりますので、自由自在な変速が可能です。また、クルーズコントロールも用意されており、快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましては純正のハードディスクナビゲーションが装備されております。バックギアに入れていただきますと、バックカメラが作動し、安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては8速のオートマチックシフトが採用されております。走行モードに関しましては、エコプロ、コンフォート、スポーツ、スポーツプラスモードが用意されており、エコな走りからスポーティーな走りまで、幅広くお楽しみいただける一台となっております。フロント両席に関しましては、シートヒーターが装備されておりますので、肌寒い季節でも快適なドライブが可能です。続きまして後部座席、紹介させていただきます。後部座席に関しましては、目立った使用感がなく、良好なコンディションを保っております。また、広さに関しましても、大人の方がゆったりとできるスペースが確保された1台です。こちらのお車には、パノラミックスライディングルーフが装備されておりますので、後部座席の方も開放感あふれるドライブをお楽しみいただけます。最後に気になる車内の匂いですが、特にお煙草の匂い等はいたしません。今回は2015年モデル BMW アルピナ D3 ビターボツーリングを紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約4万2000キロ走ってるお車ではございますが、内外装比較的良好なコンディションを保った1台です。数多くの専用装備によりスポーティーかつ上品な仕上がりとなった D3 ビターボツーリングでございます。こちらのお車に関しましては350馬力を発揮するディーゼルエンジンが搭載されておりますので、トルクフルな走りをお楽しみいただける1台です。また
インテリアに関しましては純正のハードディスクナビゲーション、シートヒーター、パノラミックスライディングルーフなど快適装備も充実しております。アルピナに関しましては生産台数が少なく市場でも大変希少なお車となりますので、お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。